かみんな画面ってどうやって明るくするのこれ、きっかけで知ってくれたんですか。フィルター、あ、すごい明るくなった。また来てる。何きっかけで来てくれるの。ショーじゃないわ、あのショールームって聞こうとしたけど、あれかインスタとかですか。わかんない、見たことあるとかわかる。めっちゃ覚えちゃうんです人の顔とか。おはようございます。おはようございます。YouTube、 ママ YouTube、 めっちゃ日陰して、あ、白飛び、こんばんは、うん、電車の中だから音声なしで見てる、ウケる。はじめまして、あ、どうもどうも、ね、ありがとうございます。嘘偽りない、はじめましてですね。初見って書いてる。うちわとかなくても、うん、うちわなくてもペンライトでわかるかな。最高でした、ありがとう。最善、なんかオレンジと白ってめっちゃ見分けつきやすいんですよ。たまにピンクと白と間違えるけど、アイピの顔久しぶりに見た。オレンジと白でわかりやすいし、配信もうちわだけでもわかるときはわかります。ちょっと目悪いのが私の欠点なんですけど。こっちみんな、ね、オレンジと白いよね。わかんない、もペンライト考えるときすぐオレンジと白って思いました。白は絶対入れるって思ってて、他明るい色。私の状態売れそうだねって言ってて、マジ今日、あ、充電 20% だってまた止まっちゃった止まっちゃった、また止まっちゃってね。あきちゃん可愛い、ありがとう。18分、キロの表現変えてきたね。うわ、気づいてくれて嬉しい。階段踏み間違えて捻挫してる？何してんの？しろ。大丈夫？病院行った？捻挫はほっといたら痛い。ほっといたらとんでもないことになるからね。山寿司。山寿司。え、マジ？ちびきってこと？すごいじゃん。いきます。13位。松井さん、ね、ありがとうございます。12位、杉蔵さん。行った？ありがとうございます。11位、ミョンさん。今日ボード作って後ろの方で見て。ありがとう。さん、ありがとうございます。9位、のりちゃんさん。ありがとうございます。ね、見てね、8位、マスオさん。ありがとうございます。うちは見せれてよかったですね。最善で。野原慎之介のすけさん。ありがとうございます。6位、星くん。ありがとうございます。久しぶりに。5位、ゆきまこあっとさん。見れて幸せでした。楽しんできました。マジですか？4位、ようちゃんさん、ありがとうございます。3位、ピーピーさん、ありがとうございます。ほんまに？2位、シャンタ君、ありがとうございます。1位、アラケンチョビさんです。今日久しぶりに会えて嬉しかったね。来てくれてた、ありがとう。じゃあ皆さん、ぜひロードモバイル一緒に強くなりましょうね。2枚、地引きした。マリア無限回収な、だってお手伝い、みんなマリア、マリアの写真出たら私のギルドに入ってください。分け与えてあげて、お願いします。それじゃあ、グッバイ。よし、結べた。泡踊りグッバイ見て。もう終わったけど。泡踊りで泡踊りグッバイしてる。またすいたね。ほな。どこ行くん？アイカ掘ってどっか行くってこと？アイカ掘ってどっか行くん？はい。いいん、そんなことして。はい。バイバイ。中庭が冷たいね。わ、ランディさん、クマありがとうございます。あ、ごめんなさい、行きました。ありがとうございます、すいません。足は大丈夫なんかね。痛いですこんなん言うべきじゃないんでしょうけど、痛いです。普通に冷やしました、ちょっとアイシングして。でもなんかほんまに足だけじゃなくて、多分動いてなかったから、公園出てなかったから動くのが久々すぎて、多分体をずっと使ってなくて、もう全身痛い。わっ、深夜さん、くまありがとうございます。いた、ちょちょちょ、久々にアイピに会えて感激だって、ありがとう。
あのカヌレ何倍切りして、そうそうそう、あいかもね、何倍切りで買ったの。普段は天王寺にありますよ。第一声プリキュアの感想だったんだけど、え、絶対ね、あの魔法使いプリキュア好きだと思う。魔法プリの最後が絶対好きだと思う。焦らずにゆっくり直すの、ありがとう。今日着てた服褒められてて、めっちゃ良かったあの服、なんか緑っぽいやつだよね。捻挫って湿布となんちゃら冷やすので大丈夫？え、わかんない、ちょっとどうなんだろう。皆さん捻挫に詳しい方、ちょっとどうしたらいいか。今日あんまり見てくれんかった感じするけど、気のせい、気のせいだよ。めっちゃ見たよ、めっちゃ見たよ、めちゃめちゃ見たかなめっちゃ見たよ、いたじゃん。いやー、新キロ嬉しい、ありがとう。あ、ほうさん、ありがとう。くまほうさん、歌方よかったよね。とてもいい歌方であった、とてもいい千秋楽だったね。あんま見えんかったからネイル見せて、ネイル触りにくいな、配信だと。白になんかね、なんていうこれ、白 B アイドルの白のやつに、あ、ほら若干B アイドルの白のやつにね、なんかあの、なんか塗ってるんです、キラキラのやつ、 B アイドルの。あれだし、やっぱ冷やすのがいいらしいよ、捻挫したら。束まつげ作るのうまいよね、ガチ。ね、なんかピンセットとか使ってないんですよ。なんかあのこう普通に縫った後になんかこうやって縫って束感みたいな出るみたいなを見て、チムさんのあのメイクさんのチムさんのインスタ見て、なんかこう横に縫ったら束感出るみたいな見てやってます。あとここね、公園ではキラキラしてたよ、ネイル。え、嬉しい、やったん。そう、今日のね、今日新キロやるから白にしようと思って、久々新キロ。わ、ファンダイブトラベルさん、クマありがとうございます、お久しぶり。そう、新キロやるから爪白にしたくて、でさらにせっかくやからキラキラさせたくてキラキラもつけたんです。でもここね、このこれ、ここの部分、ここあれなんです、つけまなんです、ここからここパリジェンヌしたらまつげめっちゃちげえちゃって、ここだけつけましてる。マスカラ苦手やったけどピさんが押してくれる。メイベリンどのメイベリンやろ。電車の中で音出してないから対策するに、ありがとう、電車の中で見てくれて。誕生日一緒にお祝いできるね、そうなの、誕生日リアルのイベントが、会いに来てくださいね。アイライン、うわ、ありがとう。スカイハイ、ああ、アイカ、あれ合わなかったんだそんなこと言っちゃって。緑の印象ないからな、そうだよね、アイカ緑の印象ないよね。見てほら、アイラインはなんか目尻を垂れるようにしました。なんか前までなんかこういうなんかこう横にこう垂れじゃなくてこう横にこう曲げて書いてたんですけど、なんか垂れの方が似合うような気がして。何ぐらいや、そう、なんかえ、そう、長めです私は。あ、マヒルン、クマありがとう、マヒルン。何グラ、なんか、ま、節分で豆、ま、鬼が豆じゃないのでなんか投げられてびっくりしたのは何みたいな、何を投げられたみたいな感じです。今日
今日の蜃気楼いつもと表情違かった気がする。そうなんです、なんかそのここでツインテールしてちょっとこういうなんか幼い感じのちょっとこれは短いけどなんか幼い感じのツインテールにしたからちょっと幼い表現、幼い子、幼い子の蜃気楼にしてみました、初めて。アイピは髪また伸ばすの？一旦伸ばしますね。でもまた伸びたらこんぐらいまで切ると思います。幼い感じの蜃気楼見たかったじゃあちょっと DMM でぜひ見てください。最近女性枠で声入ってる。あーなるほどね、あっちに行ったよね、島の方。今年初めての生アイピね、来てくれてありがとう。幼い蜃気楼か見たかった。あ、じゃあそれもぜひ DMM で見ていただきまして。ボブはもうなんか一生せえへんと思う。一回したことあるけど、飽きるし、飽きるというかなんか毎朝さ、このストレート普通にこの長さだったらさ、まっすぐするだけでいいじゃん。でもボブってなったらさ、毛先を内巻きにしなきゃいけないじゃん。それを毎朝するのがめっちゃめんどくさくて。私も今日ツインテールやってお揃い。マジいいじゃん、ツインテール。何歳にはなってもツインテールはしたいよね。人によるかもしれんけど。やし、でなんかそのボブから伸ばそうとして、伸ばしかけの肩につくぐらいの長さがもうすっごい跳ねるからめっちゃ嫌で、だからもうやらないです、ボブは。違う、人のね、人のボブとかを否定してるわけじゃなくて、もう個人的にもうやらないですっていう。今日ツイッターに上がってた髪型かわいい、短いやつかな、この辺の。めっちゃ前の写真、もう写真がなくてさ、写真がなかったからめちゃめちゃ前の写真使いました。いつのあれ、去年の写真。わっ、トゥンちゃん、トゥンちゃん、クマありがとう、今日も公園来てくれてありがとう。ナングラどうしよう、セブンイレブンじゃなくて節分節分のなんか鬼になんか投げるみたいな、鬼に投げて何がいいですかみたいな。今日の公演のツイート、え、見る見る見る、あのハッシュタグさつきあいかとかつけてくれたらめっちゃエゴサしてるんで私。え、だって節分とセブンイレブンって似てんじゃん。セブンイレブンって出てきたの。ボブから伸ばして今アイピぐらいで、かわいい、長髪の毛の長さでお揃えとかやってくれるの超かわいいの、なんだそれ。ガチの日輪と、おお、いた。入んない、入んない、入った。何もツイッターメンションでも見てる、見てるけど、なんかツイッターのそのメンションだけやとその通知に埋もれちゃってたまに表示されなかったりするんですよ。だからあのハッシュタグです、ハッシュタグでもハッシュタグなくてもいいんで、さつきあいかとかあいぴって書いてくれてると嬉しいかもしれないです。そのタグ付けだけじゃね、ちょっと通知の方に埋もれていっちゃったりするんですよ。スタバアールグレイです、アールグレイブーケティーラテ、エクストラミルク、ライトアイス、エクストラソース、ゴートゥーバック。日輪刀いいね、面白い。日輪刀にしよっかな。え、まつげ超良くない？めっちゃ自然じゃない？つけまなんだけどさ、
めっちゃ自然じゃない。蜃気楼の時ネイル見れた。え、可愛かった。蜃気楼キラキラしてたかな。この間間違えてブーケ入ってない方の飲んじゃった。ああ、ただのアルグレイ入れて。え、そうなの。あのね、公園の日はアイスなんですよ。ちょっとホットはちょっと暑いから、公園だとね。わ、ランディさんタコありがとうございます。ハニーウーロンティーラテ、なんかあれちょっと苦手やった。苦くて。日輪糖にしようすぐ決めちゃった。日輪糖にする。なんか今日のアイカ丸くないね、アールグレイブーケティーラテ。でもやっぱ冬はホットがいいですよね。めっちゃ美味しくない、ホット。わ、マルルさんアイスありがとうございます。トゥンちゃんラブレターありがとう。今日蜃気楼なんかにこやかっぽいと思いました。そう、ちょっと幼い表現にしたかったんで笑顔を多めにしてみました。でもあんまり考えて出ないんですよ、その蜃気楼。え、違う、丸くないって。そっちじゃない、性格が性格が、今日の愛か性格丸くない。なんかその蜃気楼の時いつもあんまり考えずに出て、こういう表現にしようとだけは思うけど、なんかどういう、どこでどういう顔しようとか、どういうか感じにしようとか、もうほんまに何も考えずに 出るんです。その時の、その時の感覚でやります、いつも。その時の感覚難しい。ルルムスに比べればそれはそれはルルムスと同じようなことはできないですからね、配信は。いった、目に指さした。痛い。なんで。いや、周りの人たちが今日の蜃気楼、今まで星違って進化してた言うてベタ褒めしてるもっと褒めて、ツイッターで褒めまくってください。蜃気楼最後のさり際のニヤッとするとこ好き。ありがとう。最後の、そう、最後いつもね笑ってはけてるんですけど、今日はねちょっとやっぱりそこも幼い感じにしようと思って、最後はちょっとね、いつもの、いつもよりも優しい、優しい無邪気な笑顔ではけていきました。ショールーム文字化け多いよな。そうだよ、褒められると伸びるから。そうですね、15分経ったからちょっと終わらないとね、ちょっと帰り待たせちゃうんでちょっと終わりますね。ごめんね、急に始めて急に終わって。決まった、ナングラ決まりました。日輪刀にします、本物の。今日はトゲがない。え、そうだよね、今日ちょっと優しいアイカ、優しいアイカです今日は。じゃあちょっとランキングを読ませていただきますね。ああ、ちょっと変なとこしちゃった。そうなの、ちょっとね帰らないとね待たせちゃうから。ランキング見ます。はい、13位チョコナさんありがとうございます。12位萌えちゃんありがとうございます。11位ラブちゃんありがとうございます。10位マスオさんありがとうございます。あー、9位韓国語です。読める方いますか。9位の方、気持ちはあります。ありがとうございます。あれ変わったんだけど、もう一回13位からいきますごめんなさい、もう一回13位からいきますね。13位ラブちゃんありがとうございます。12位チョコナさんありがとうございます。11位マスオさんありがとうございます。で、10位の方が韓国語になりましたね。10位の方ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと日本語しか読めなくて。ありがとうございます。もう気持ちはもういっぱいいっぱいにあります。ありがとうございます。9位マヒルンありがとうございます。8位マルルさんありがとうございます。7位ファンダイブトラベルさんありがとうございます。6位ホーさんありがとうございます。5位深夜さんありがとうございます。ワンポールさん10位の方、ワンポールさんって言うんですか。ありがとうございます。ワンポールさんありがとうございます。
どこまで読んだっけ。ここか。5位しんやさんありがとうございます。4位とんちゃんありがとうございます。3位よかまなぶさんありがとうございます。2位タロテールさん、タロテールさんありがとうございます。そして1位ランディさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さん終年も来ていただいて、公演にも来ていただいた皆さんもありがとうございました。じゃあまた皆さん遊びに来てくださいね。ビッツビッツちょっとね今座席うんぬんがちょっとピンチなので、私出ない日もやっぱり今後いっぱいありますけど、はい、来ていただいたら嬉しいです。ありがとうございます。皆さんまた、じゃあみんなゆっくり寝るんだよ。ありがとうございました。今日の感想とかいっぱいハッシュタグさつきあいこをつけてつぶやいてください。ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、さよなら。